皆さんこんにちは、整形3週3000万円ラビちゃんです。皆さんは整形されてる方を見たら一体いくらかけたのかって気になりませんか？例えばフルで整形するのにだいたいいくらぐらいかかるんだろうとか、あと私の3000万円の内訳が知りたいとか、あとどうやったら3000万円もその顔面でいくんだよみたいな3000万でこの程度かとかやっぱ言われるんで、そういう質問とかいただいたりとかしてて、じゃあどういう風に3000万近くいっちゃったのかっていうのを今日は時系列とともに説明していこうかなと思います。私の場合フル整形3周してるんですけど、1週あたりどの程度の金額がかかるものなのかっていうのも発表しますね。で何をもって1周なのかっていうと、その時になりたい顔のゴールに達したら1周目っていう感じです。アンパンマンでいう3回パンパンパンって顔変えたみたいな、そんな感じですね。計算がだるいっていうのと、あとクリニックを特定されないように、例えば38万円だったら40って言っちゃうし、42万円とかだったらもう40万円って言っちゃう感じです。それではスタートです。まず第1週目、目ですね。目は糸で留める埋没法っていうプチ整形を2回やって、でそれでも当時流行りの鮎みたいな幅広の二重にするには切開っていう切るものしかやっぱできないので、それで全切開っていう手術をやりました。でくっきり幅広の二重になりたかったので、当時切るしかないって感じですね次に私が寄り目で面長なんですけど、自己分析ができてなくって、当時でみんながやってるからっていう理由でとりあえず目頭切開をやってしまいました。でその時の先生がすっごいまともで、やりたいって言って嫌だって言われて、で超ミニミニ Z4 だったらいいよって言われて渋々やってもらって、でもちろん前科はないわけじゃないですか。で当時はちょっと切れてたんですけど、今となってはその時の先生にすごく感謝してます。もうこれ以上寄り目って結構やばくないですか？顔の余白こんだけあるんですけど、そうバランスってすごい大事ですよね。輪郭は顔の頬骨から顎までグリーンって削る輪郭サンティンっていう言葉とかも当時20年前なのでなくって、あと値段も日本は1箇所100万円とかなんですよ。100万円100万円100万円みたいな、そんな感じだったので、とりあえず一番気になる頬骨のこの前面を削ってみました。でその後ここのエラー顎削りをしました。これは失敗しました。ちなみにで鼻はゴアテックスっていう素材を鼻筋に入れて鼻を高くして、で耳の断骨を取って鼻先に入れて下に伸ばして鼻中隔延長っていうものをしました。みんなが本当にアユになりたかった時代なので、アユみたいな矢印鼻にしました。もうそれ以外選択肢はなかったですね。でおでこはとにかく掃除広いのが嫌で植毛しようってなったんですけど、今みたいに韓国に行く人とかもいないし、ツイッターもないしブログもないし、だから情報収集ができなくって、もう周りとかも日本のクリニックでやってる子ばっかりだったし、整形ってどうしようってなってで検索しまくってもハゲのおじさんが行くところしかなかったんですよ。なので仕方なくそういうとこ行ったんですね私でも向こうのクリニックの先生も相当びっくりしてて、一応やってもらったんですけど、で結局普段おじさんのハゲ治療してるような先生って女の人の生え際の流れとか研究してないじゃないですか。だからもう下手くそでも失敗しちゃって、でその後ちょっと期間置いて調べまくって、ブログで発見してなんかいいところで初めて一人で渡韓して植毛を受けました。であとボトックスとか軽いものとか、こことかなんかちょこちょこは打ってましたね。で唇はアンジェリーナ・ジョリーが当時すごい流行っててセクシーみたいな、で上唇の外側をめくって分厚くしました。で胸はこの後も包茎とかはやってないんですけど、ちょっと乳頭縮小っていうカットみたいなはしましたね1周目は顔の分析っていうのも全然せずに、知識もなかったし情報もないし、もうただコンプレックスだったりここが嫌あれが嫌みたいな、であと友達がやってるからっていう理由だけでもう流行りに乗っちゃってやっちゃってましたね。めちゃくちゃでした本当今考えると。でここまでで825万円です。で次2週目です。で目は甘い顔が流行りだしたというか、みんながやってたので、小悪魔げ派系ですかね、垂れ目形成っていうのをやりました。目尻も切らずに。で全切開も幅が広すぎて、なんかちょっと夕方とか目が
疲れるとちょっとここが落ちくぼんだりとかしてたんですね。なので平行二重のまんま幅を狭くして、で目の開きをパッチリさせる眼瞼下垂っていうものをしました。でそれでもダメで、もう一回別のお医者さんで眼瞼下垂と二重切開をやり直してもらったりとかもしてました。ちなみにまた変えるんでこの後で、涙袋、ここはぷくっとさせるためにヒアルロン酸をだいたい4回ぐらいやったんですけど、もうだんだんエスカレートしてやばいんですね。その当時の写真がこちらです。本当にナメクジ飼ってるみたいな感じになってました。輪郭は、1回目にそのエラ顎削りちょっと失敗されちゃって、犬顎っていうものにされたんですよ。ここわかるかな、こうバツンって切られてる感じ、エラないじゃないですか私。なんかそういうのにされちゃったんで、なのでそれの修正としてエラパツンって切った顎につなげれないんですね。顎がちょっとでかいまま残っちゃったんで、それの修正とあと頬骨の横もちょっと削ってもらいました。でたるみもその時気になったので30歳行ってなかったんですけど、まあ、当時選択肢が本当に今だったら糸リフトとかハイフとかいろいろ他にもあるんですけど、なかったんで切開リフトをやりました。そう、人生で2回って言われる切開リフトをもう30前に使っちゃいましたね。あとまあエラの筋肉はまあここのポコってなってるのをまあボトックス打ったり、あと顎はヒアルロン酸を入れて尖らせたりとか、まあなんかとにかく尖らせたかったみたいです私は。で鼻はなんかでかいなと思って小鼻を切ってここで寄せて小さくしました。でおでこはヒアルロン酸を入れてその時丸くしました。でも当時は別に童顔とか求めてたわけじゃないし、前髪も作ってたんでもうやらないなって思ってましたね。やっぱり1回20万円ぐらいかかるんで半年に1回かな。で面長改善で鼻と口の距離を短くする人中短縮ってやつをやって、でも面長を改善させたいんだったらエラのボトックスとか顎のヒアルロン酸とかやらなければいいのに、なんか またなんか2週目もそれも分析できてなかったんで、なんかわけわかんない感じになってましたね。唇は口角挙上の口内法ってやつをやりました。傷跡の心配がないのでそれはすごい気楽にできました。あんまりナチュラルにしか上がらないんですけどね、それは。で、あと唇のヒアルロン酸も3回ほどやって、もうブリンブリンのパンパンにしてました。やばくないですか、涙袋もパンパン、唇もパンパンなんで。2週目はとにかく面長のまんまなのに、どうにか顔の縦幅を短くしようと額のヒアルしたり、涙袋ヒアルしたり、人中短縮とかしたりしてました。なんかね、それなのに顎のヒアルロン酸してちょっとセンスがなかったというか、顎も鼻も尖らせて、でおでこ丸くて、涙袋も唇もパンパンみたいな、なんかもう全てのパーツを主張させてたので、この時代が一番整形顔って感じですね。であと切開リフトしたり、アンチエイジングも気にし始めてます。まあ、やっぱね20代後半アラサーなので、今アラフォーですけど。で注入物といえばヒアルロン酸しかしてませんでした。で2週目の金額は775万円になります。はい、次3週目に入ります。目は二重幅を狭くするだけじゃなくって、目頭がくっついてるのが平行で、くっついてないのが平行で、くっついてるのが末広二重って言うんですけど、普通二重切開ってお直しができないんですよ、もう一発限りみたいな。でできたとしても、平行の二重を幅広くか幅狭くかっていうぐらいしかできないんですね。なんですけど私はたまたま平行の二重を末広の二重にお直しできるっていう上手な先生に出会えたのでお願いしました。くっついてるの分かりますか、目頭。目尻も今まですぐにピンクのところが見えてて、ここがそんなに効果ないって言われて諦めてたんですけど、どうにか目尻切開と目尻の高さを変える人体移動とあと垂れ目っていうのを組み合わせて最大限効果が出るように頑張ってもらいました。でも次に目尻切開しちゃうと目尻切ったとかにまつげ欲しくなるじゃないですか。なので頭皮からまたこっちに髪の毛をちょっと移植しました。もうまつげ植毛やってる人ってめちゃめちゃ珍しいんじゃないかなと思います。今のところググってもあんま出てこなかったです。で今はまだダウンタイムで生えてないんですけど、またレポートしようと思ってます。で3週目の輪郭は顔の真ん中この辺りをだるま落とししてパーンって切り取っちゃうんですよ。であとここを引っ込めちゃう短くする、要は顔短くする両顎別名ルフォーっていう手術を
しました。大掛かりな骨切りですね。もう骨切りの中でも別格のやつです。で、あのこの時ついでに頬骨縮小っていうここをさ、前は削るだけだったんですけど、今度は中にポンって入れてボルトで留めてもらいました。で、あと脂肪吸引系は頬下と顎下の脂肪吸引再手術をして、で今度は顎下の脂肪吸引だけじゃなくって、筋肉を一旦切って縛ってキュッて、でここをクイッてさせる顎下筋肉縛りっていう別名二重顎手術というものをやりましたなんかすごいですよね。輪郭とか鼻がキュッと細くなるイリュージョン注射っていう、なんだろう、脂肪溶解注射の強いバージョンの注射をしたり、あとほうれい線の上の脂肪吸引、この辺りですかね、なんかよくアンパンマンみたいでやだって言ってる子には効果があるんですけど、この辺り の脂肪吸引でメーラーファットっていうものをやったり、あとはさっきの両顎だるま落としの、あとそれの骨切りのたるみの改善のために、とにかくいろいろ頑張ってました。で、鼻はフルでやるのは2回目です。で、今度は鼻のこの横幅を削る骨切り幅寄せっていうやつをやって、でプロテーゼに入れ替えて鼻筋をシャキンと高くして、あと先端は尖らせるためにここは鼻先は今度はここの肋骨から取って、でそれは硬いんですよ、肋軟骨って。なんで耳の軟骨でくるんでここピッて入れました。でその時とは別にその後小鼻縮小もやってます。なんか2回目の鼻フルの先生が嫌がってやってくんなかったんですよ。あとおでこの額に太ももから脂肪をちょっと取ってこっちに入れるものをしました。脂肪移植ですね。で、おでこのその後のメンテナンスなんですけど、今は韓国に行けなくて日本で脂肪移植するのですっごい高いんですよ。なんで額にはヒアルロン酸みたいな感じでエランセっていう注射を打ってます。それが1回目であざだらけになってたやつですね、また追加したい、もうすでにで、唇は両顎して口周りの感じがちょっと変わったので、口角をキュッて上げたくって、口角挙上の再手術をしました。今回はしっかり引き上げたかったので、口内法ではなく外側から普通に切りました。アンチエイジング系はほうれい線に今までヒアルロン酸みたいな感じ、グロースファクターっていうのを今は入れてます。成長因子なんですけど、でこれ下手な先生でやるとボコボコになっちゃうので、クリニック選びはすごい気をつけてくださいね。で、目の下のクマとほうれい線にはそれもヒアルロン酸みたいな感じで今ベビーコラーゲンっていうものを入れてます。で、水分入れたい時はサーモン注射っていうのを入れてます。ちなみにサーモン注射めちゃめちゃ痛いです。で、自分の血液から血小板を採取して、で気になるシワとかに入れるPRP っていう注射があるんですけど、それを4回ほどやりました。なんか自然に修復するようになんか促してくれるやつみたいです。で、美白とか潤いとか針とかを期待してシャネル注射っていうものを3回やってます。シャネル注射って名前めっちゃ可愛いですよねで、脂肪吸引系なんですけど、私別にマウントとかじゃないんですけど、取る脂肪ないって言われたんですよ。お腹とかの内臓脂肪は吸引では取れないらしくって、で少しでも取れるのはやってくださいって無理やりやったんですけど、それが脂肪を溶かす液体を体内に入れて、体内も体パンパンにして、でその後大きい注射器で吸引するみたいな、なんか脂肪吸引の注射器バージョンみたいなやつをやりました。で、圧迫もあざもあとダウンタイムもないみたいな、なんかそういうのを歌ってるものだったんですけど、クリニックを2回変えてやっても全然2回とも効果はなかったですね。食事制限して頑張って痩せましょうっていうことです。で、3週目はとにかく童顔ハーフ系をテーマにしました。注入物もヒアルロン酸をやめて、グロスファクターとか PRP、 あとエランセ、ベビーコラーゲン、そういったものに変えてます。で、金額は、1070万円になります。3週目で、フル整形3週分の金額は2670万円になりますもうね、これ韓国の激安クリニックを狙ってやるんだったらもっと安くでできるんですよ。全然私みたいに日本や韓国の高めなクリニックでやると、だいたい整形っていうものはフル整形1周するのに1000万前後かかるんじゃないかなって思います。
次に肌管理、ハイフとかも美容整形のくくりに入れてる方って多いんで、肌管理も一応コース組んだり、手術と同時にやったものだけ、覚えてるものだけ発表していこうと思います。1回ごとのちょこちょこしたものはもう看護と しません。でまず1つ目、ニキビ治療のエステ、これ150万円ぐらいかけてます。思春期すっごいニキビに悩まされて、今は大丈夫なんですけど、もうなんか結局何もしなかったら治りましたね。ツイッターのリンクに貼ってるブログにもニキビを治療させた方法みたいな書いてるんで、よかったら暇な人はご覧になってください。そして2番目、黒い墨を塗ってグリグリと、でそれをレーザーで飛ばしていくときに毛穴の汚れも飛ばそうっていう、なんかカーボンレーザーってやつも当時流行ったので、セット組んでやってました。結局ね、そういうのってフラクションにしか勝たんみたいな感じなんですけど、当時の流行りです。であと3番目、毛穴とシミに効かせたくてピコフラクショナルとピコトーニングを契約してました。そして4つ目、肌を引き上げるウルセラエアハイフを契約してました。でもそれは3回ほどとかですかね、まだ。であと5つ目、こちらもハイフの一種で引き上げ効果のあるダブロゴールドっていうやつも2回やってます。で6つ目、骨の歪みをマッサージしながら直して小さくしていく小顔矯正、グリグリ押すやつ、それはもう2回契約して、だいたい約80万円とかですかね。どちらも20回ぐらいのコースかなと思います。なんか有名な薬草ミョウガとかも行きましたよ。でよく小顔矯正は意味ない、手術しか勝たんみたいなことを言ってる人いるんですけど、私はどっちも行けばいいじゃんって思ってるタイプですね。小顔矯正でもむくみとか歪みってやっぱ取れるんで、どっちもやればって。で肌は絶対もっとやってるはずなんですけど、340万ぐらいですね、今の計算でいくと。でこれで3000万を超えてしまいました。で脱毛が結構遠回りしてて、私は145万円かかってますね。やばくないですか。でこれでも当時は安いとこを探したぐらいなんですね。本当時代って怖いですよね。でたまに整形科金額に歯科矯正やセラミック代は入れてる人いますよね。でも一言で言うと歯に関しては200万ぐらいかなって思います。もうセラミックも全部の歯には入れてないんで私。最後にじゃあパーツごとの総金額をお伝えしていこうと思います。おでこ60万円、これは1回20万円で今後も半年に一度追加予定です。で輪郭が1155万円、155万円で、目が345万円、鼻が345万円、唇が150万円。やばいですね。皆さんは流行とかに惑わされず、絶対にブレないなりたい顔っていうのを、系統とかをちゃんと決めて要領よく整形していってくださいね。いかがでしたでしょうか。今回は実際に整形した金額について詳しくお伝えしてみました。これから整形する方の参考になれば幸いです。で料金に関しては日本でやってるか韓国でやってるかで全然変わってきます。あと再手術はだいたい 1.5 倍程度料金を取られると思っておいた方がいいので、本当に一発で仕上げた方がいいですね、できるならば。あと総額3000万円っていうと必ず聞かれるどうやって稼いだのとか、そういうのはこちらの動画で説明してるので、誰でも簡単にできることなので、ぜひこちらもご覧になっていただけたらと思います。ツイッターは毎日更新してます。なのでフォローしてくださったら嬉しいです。でツイッターでは個別相談とか受けてるんですけど、でもその際はプロフィールの概要欄をよくご覧になってからメッセージを送ってください。でこちらの動画もいいなって思ったらチャンネル登録、高評価、グッドボタン、あと私が喜ぶコメントをお願いします。見てくださってありがとうございました。バイバーイ。